毎週月曜日いつ来てもいつ帰ってもよくて、小さいお子さんがいてなんか時間通りに行けないとか熱出ちゃったとかなかなか約束できないっていうストレスをなくして来てほしくって気軽に来れる場だよっていう風にして作ってます。センス・オブ・ワンダーってよく言うけど、不思議とか面白いとか綺麗とかどう感じるかはもうその子にしか分かんなくて、私が思ってることとその相手の思ってることはどうしても違うから、でもそこをいいとか悪いじゃなくって、そうなんだねって、お母さんたちが、まあ、穏やかに集まれる場になればいいかなと思っていて、こういう土とか森とかと触れ合う機会がないんですよ、今住んでるところが。自分でね、作っていくって遊び場を、それが本当に大事。今住んでるところでも自然の中で散歩するとか、そういう自分の意識もちょっと変わってきたかなって。だし自由にもこっちもやっておいでって言えるので、なんか見つけ出せる感じですね、遊びを。赤ちゃんとか本当にこの風を感じたり、青空見たり緑見たりするだけで多分いろいろ感じてると思うので、ついつい親がなんか汚れたり危ないとなると止めちゃうんですけど、ここだとなんかおおらかにこっちもまあ大丈夫でしょうって気持ちになれるので、見てるからちょっと離れていいよとか、自然と声も掛け合いやすい雰囲気が、みんなで見るってみんなの子供って感じが。ここって泣いてる子がいても誰も気にしないしあ、泣いたねとか、こけても上手に手ついたねみたいな、そういうのでもいいよって。お母さんも子供も解放されてほしいなと思って、チビの巣がそういう場所になるといいなとは思ってるかな